どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。なぜざれ言を語る。本当です。ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもがさまよっておりますので。朝には怨霊の話を聞かせずに済むようになる。心からそう願っております。迷子の牛だ。ばかりだ。犯人は近いぞ。こっちへ行ったな。人を追い払うための仕掛けか。ここに顛末を教えてやろう。まさか生きておいでとは。これからはこう語るがよい。かつて神の森を汚す悪しき族がいた。しかしその地を守る怨霊の怒りを買うことになり、坂井家の生き残りが怨霊の頼みを聞いた。そして森から族を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。